で決めてきました山崎です。真ん中でしたね。真ん中でしたね。これ真ん中に転がしましたね。でも中6日7日だとこのレベルのサッカー期待できますね。あと気温っていうのもあるんじゃないですか。湿度は高いですけど、ね、気温がね、はい、涼しいですけど。いいパスだ。ラストパス、シュートをゲット。追いつきました湘南。山崎ですかね。最後山崎じゃないですかね。超カウントもすごかったですね。野田。さて左のスペース杉岡入れた、いいボール来た。シュートだ。山崎決めて先制湘南ベルマーレ。山崎が競って野田が拾って。広いサイド展開したらワンタッチありクロス。中盤でも激しいプレッシャーからボールを奪いました湘南です。金子からのクロスボールに対してここは11番の山崎。湘南ベルマーレ1対1同点。後半の立ち上がり59秒というところ、山崎の左足一閃、同点に追いつきました。大井選手の、ね、この股間を抜けてるんですよね、ここは ね、よく酒井、小林、酒井センターにどうだ、入った。最後のシーンを見ましょう。ゴールですよね。山崎のゴールでいいですね、はいはい、1点返しました。